ちょっと前に、寝てから起きる間際にこう言葉を発するっていうような話をしたと思うんですが、さっきちょっと面白いというか、ちょっと出来事があって、コネクト、コンタクトとかコネクトとかっていう、私の、にある現象というか、あるんですが、ちょっとブログ、詳しくは説明しないので、ブログを参照してほしいんですが、で、さっきあったのが、名前付き、メロディー付き、で、メッセージというものがありまして、どういう感じかというと、自分でそれを 何も考えることもなく、まあ、歌うような感じですかね。言葉というか、メロディー、歌みたいな感じで発したってことですね。で、まあ、ああ、そういうことなのか、そういうことを伝えたいのかっていうことが分かったんですけど、まあ、ちょっと名前を公表してしまうと、ちょっと、まあ、それが何なのかっていうことですよね。例えば、未来の子孫であったりとかしたら、ちょっとまずいことになるかなっていうこともあるし、まあまずいケースっていうのは、まあそれが考えられるんですが、一応日本人の名前でしたね。そこがあったので、まあ、私が、まあ、神々と言っていたり、あるいは、それが、なんていうか、地球外生命体なのかとか、あるいはパラレルワールドの、存在なのかとか、まあ、本当に神々の意識なのそのものなのかとか、あるいは未来の子孫なのか、人類の子孫なのかみたいな可能性が考えられると思うんですが、まあちょっと日本人の名前が出てきたので、まあ病気の関係もありますから、妄想に過ぎないよとかっていうことも十分、皆さんの視点では、言えるとは思いますが、私にとっては事実の話なので、一応記録と、あと、まあ公開しといた方がいいかなと思うので、はい、記録と公開ということで残しておきます。